はい、それではですね、亀の現地、それではですね、親知らず海岸の現地レポートなんですけど、次は道の駅親知らずの、亀ですね。これちょっとですね、レポートしていきたいと思います。いやー、もう親父とおふくろ、前からもうよく語ってたんですけど、28年ぶりに来たって言うんですよね。相変わらずですね、今日はちょっと親知らず海岸、ちょっと波が荒いですね。水しぶきがちょっとひどくて、この状態ですね。奥に見えるのが親子岩ですね。で、そしてこの裏を、この後ろを通ってるのが北陸自動車道で、こう前言った神津海岸の、広々とした感じですね。神津海岸だったらこれよりもうちょっと狭かったんですけど、ここはもう広々としてますね。さすが日本海有数の観光地だってことが分かりますね。いやいや、それでは亀ちょっと見ていくか。親知らず海岸に来たら亀だから、亀ちょっと見てみるか。はい、それでは親知らず海岸の亀、撮影となっている亀ちょっと見ていきましょう。それでは亀をちょっとじっくり映しましょう。うわ、そうこうしてるうちに雨降ってきた。ああ、これですね、これか。これですね、親知らず海岸の亀なんですけど、いやー、立派で、親子で写ってますね。いやー、でっかいな。ああ、ここに説明板が書いてある。あ、なるほど、そういうことか。はい、これですね。これですね、親知らず海岸の亀なんですけど、道の駅親知らずの亀、これになるんですけど、いやー、立派ですね。親子の亀です。すごいな。これミリオンって言うんだ。ちょっとこれ読みたい方は後で一時停止してみてください。なるほど。これは、そうなんですよね。親父とおふくろの話だと、28年ぶりに来たって言ってたんですけど、俺が生まれた頃に、石川県の旅行で、この亀なんですけど、こうちっちゃい亀ですかね。このちっちゃい亀の上に俺を乗っけて、なんか記念撮影したことがあったらしいってことを言ってたんですよね。ああ、ちっちゃいね。すごいな。さすが親知らず海岸だな。でもそうだよな、28年ぶりに来たんなら、じっくり映しておきたいよな、これ。そうだよな、ここまで来たらサムネイルはどうしようかな。あ、こういうサムネイルがいいかな。ああ、親子岩と一緒に、こういうサムネイルがいいか。ああ、いいね。ああ、これなんか YouTuber しそうな。すごいな、これ。
ああ、いいね。そうですよね、親子岩と一緒にこう入れるといいかも。さすが親子の亀か。なるほど。いや、でっかいねこれ。うわー、なんか下からこうやって見るとなんかガメラって感じだな。すげえ、なんかガメラって感じだよこれ。すげえ、ガメラだよこれ。すごいや。こっちはオリオンって言うんだ。へえ。ああ、コガメオリオン。で、こっちがミリオンか。ミリオンって言うんだ。で、そしてこちらのカメはマリンって言うんだ。マリン、ミリオン、オリオンか。なんか、キラネーム的だね。あー、こういうのもいいね。いやー、28年ぶりの親知らず海岸か。28年後の俺は今こうやって現地レポートしてるんで、これはやっぱり今はこうやって思い出残したいことだよな。すごいや。城から見るとこんな感じなんだ。で、駐車場で道の駅親知らずなんですけど、こちら高架下になってるんですよね。はい、高架下になってて、いかにもなんか神津海岸って感じですけど、これあそこ厚木パーキングもなんかこれ高架下に駐車場ありましたよね。なんかそれ思い出しますよこれ。他にもなんかサムネイル撮れないかな。ああー、親知らずか。あ、これ親知らず海岸高架橋完成記念なんだ。へえ。ということは北陸自動車道か。あ、松の木入れるといいね。あー、松の木入れるといいね。こういうのもいいか。いや、いかにもね、この神津海、この親知らず海岸こと親知らず道の駅親知らずに来たらまずはこれですよね。やっぱ親子岩一緒に入れた方がいいか。あー、この親子岩と亀か。これ入れた方がなかなかいいね。どっちかといえばやっぱりサムネイルはこの方がいいか。いやー、相変わらず親知らず海岸、今日はちょっと荒っぽいね。いや、本当に日本海の恐ろしき海の牙がむき出してるって感じですよこれ。真正面から見るとこんな感じか。いやー、生まれた子、いやー、生まれ、俺が生まれた時に、この親知らず海岸旅行で来たことあって、このちっちゃい亀の上で記念写真撮ったって言っていたけどさ、今はこうやって現地レポートしておきたいよな、さすがに。まあ夏の思い出にもいいかもしんないね、こういうのは。いや、28年か。いや、親知らず海岸と道の駅親知らず、28年の時を超えてここに来るというのも印象的で貴重な体験だな。やべ。
そうですね、親知らず海岸は本当にね、ここおすすめしたい海岸だし、夏はやっぱり親知らず海岸と道の駅親知らずですよね。いや本当にカメすごいよこれ。いや20年の時を超えてか。だって俺20のおっさんだから、20代後半のおっさんだからしょうがねえよな。あーこういうのもいいか、こういうサムネイルもなんかいいかも。あーいいね。うわ、なんだ、鳩？うわ、鳩と海、うわ、海猫か。おーおー、すげえすげえすげえ。おー、飛んでった。おー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 。いやー、夏の海の風物詩だ、これこそ。いやー。いや、さすがにこの夏とか、この夏はぜひですね、親知らず海岸に来てほしいし、これおすすめしたいよ本当に。やっぱり思い出に残したいと、残したいですよねこういうところ。さすが観光、さすが新潟、日本海有数の観光地だ。はい、それではですね、これでですね、28年ぶりの親知らず海岸と道の駅親知らずの現地レポートはですね、これで終わりたいと思います。この動画をご覧になった方はぜひ今年の夏は親知らず海岸に訪れてみてはいかがでしょうか。思い出に残したい現地レポートなんで、本当に28年ぶりに来ることができて最高でした。それでは道の駅親知らずの現地レポートはこれで終わりにしたいと思います。それでは。